はい、どうもこんにちは、ブンブンと申します。本日は中山ロードショーということで、中山道を走る動画なんですけども、その番外編になります。北鴻巣にですね、宿を取りまして、夜出てきているところなんですけども、初めての試みをしたいと思います。その内容についてはこれから昼間走った動画で語ってますのでね、そちらの方をご覧ください。多分面白くなってると思います。埼玉の川越に住んでた頃ね、よく行った飲み屋さんがあるんですけども、若松屋っていう飲み屋さんがあるんですよ。まあそれはそれでゴールとしては面白いかなと思って、今回そうしようかなと思ったんですけどもね、タイトルはね、飲んできたっていう衝撃的な第1回目ですよ。若松屋だって結構いい店なんだよな。もうね、この中山道シリーズは完全に私の個人の趣味でやってるんで、中山道を走ろうっていうのはね、はい、3キロを通過しました。そう、私のね、完全な趣味でプライベートとしてやってるので、中山道ウォークの延長みたいなもんですよね。なので、まあ全然ね、飲むのは全然問題ないんですけども、若松屋で飲んできたっていうタイトルでいこうかな、今回はな。だって中山道っぽいものが何にもないんだもの。埼玉県開発されすぎ、何にもないぞ。だいぶ暗くなってきております。どうも、捕まりそうで捕まらない不審者の極みブンブンと申します。今日は本当に不審者っぽいことやるんだけど、まあ上申さんを映してますけどね、まあもう夜ですよ。夜なので光ってるものしか撮れないと思って上申さんを撮ってます。中山道をね、まあ北鴻巣まで来てるような感じなんですけども、まあ今日は番外編ということで、飲みに行きます。ブブ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 ブンブンブンブブ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 ンブブ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 ンブ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 ブブブブブブブンブブ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 ブンブブ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 ブンブンブンブブ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 ンブンブンブブ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 ン。あお。飲みに行きますというか、もう飲んでますっていう、このグダグダ具合でいけるのかよくわかんないですけどね。言いたいのはね、若松屋さんが本当近くにあったもんでね、いや行きてえなと思って、カメラを回した次第です。どうなの、これの方がいいのか、もしかして不審者っぽくて不審者っぽいのか。東松山っていうね、場所があって、でもう区切ることもなく始めてますけどもね、東松山っていう場所があって、そこの名物なんですよ、焼き鳥がね。で通常焼き鳥っていうと、やっぱや鳥を焼くんですけども、ここの焼き鳥は豚を焼きます。若松屋さんは豚を焼くと。で豚を、まあ、串に刺してくれるで焼いてくれるっていうのがシステムなんですけども、システムっていうか、もうなんていうのかな、1本90円くらいだと思うんですよ、100円しなかったと思うんですけども、それをまあ焼いてるんですよね。でこう、もう十分ですって、もう食べれませんって言わなければ、延々とこうお皿に乗せてくれるっていう、食べ終わったら、あれ、ああ乗ってるみたいな、こうワンコそばみたいな、ね、そういうシステムだったと思うんですよね。いやー、懐かしいなと思って、調べたらそれとも2キロくらいあるんだけど、ここから2キロくらい歩いていこうと思ってます。すでにちょっとアルコールは入ってますのでね、フラフラです。ただまあ今回ね、仕事ではなくここの地に来てますのでね、完全にプライベートでお遊びですので、飲み屋くらいはね。
楽しみたいなと思っていますのでね、ちょっとどんな感じなのか分かんないんですけど、まあ語りながら行こうと思います。ちょうど10時までやってるということなんですけども、今現在7時くらいですね、19時です。22時までやってるお店に行こうと思ってますけども、2キロあると言います。だいたい30分くらいですかね、歩いていくとね。なんで歩いていくのそもそもタクシー使えよとか思うんだけど、まあどうなんだろうな、一応流れだもんでかな、多分そんなにね、あのお店でも飲めないんじゃないかなと思うんですけども、というかどうなんだろうな、撮影させてくれるのかな、ちょっと分かんないんですけどね。まあ私の手元をね撮影するといつものスタイルなんでいけると思うんですけども、ちょっとまあその辺はあの確認しないとですかね。まあ一応日本酒かホッピーかなんですけども、ホッピーって知ってます皆さん、ホッピーって何っていう、ハッピーじゃなくてホッピーね。もともと炭鉱で生まれた飲み物だったと思うんですけども、安くて飲めるっていうね、なんかねホッピーっていう炭酸のビールの味のついた飲み物があるんですよ。ただアルコールは入っていません。それを焼酎で割るんですよね。でホッピーがどれくらいだったかな、250円くらいだったかな。で焼酎がポーンって出てきて100円くらいなんですよ。で焼酎をまあ中って言うんですけども、その割合をうまいこと調節してねっつって飲むと、でその 350cc くらいだったかな、ホッピーの瓶がな、で中っていうのは 100cc くらいなんですよ、その中っていう焼酎はね。で要は最初の1杯分は450円なんだけども、次からは100円で飲めると、あのおかわりは100円だと。でその薄め具合はあのあんたの自由にしてねっていう、そういうのがホッピーです、うん、あるといいんだけどな、ねえような気するんだよな。なのであの自分のさじ加減で飲む量を調節しつつ、あのなんつうんだ、値段も調節できるっていう。なのですごいいっぱい飲みたいよっていう人はそのホッピーを薄めにして中をガンガン飲むと。で私くらいだとね、もうホッピー2杯くらい十分なんですよ。なので中2杯でホッピーをまあね2回継げば1くらいで十分だと。それでもまあ大体500円くらいかで、もうベロベロなんでね、あのいい余裕くらいになるんでちょうどいいんですけどねっていうのはホッピーなんですけどね。こんな感じなのかな。日本酒もちょっとねおつな感じでついてくれるんでいいんですよね。コップだけなんですけども、コップだけの下にお皿がついてくるか、まあるいはマスなんですけども、マスの中にコップをこう乗せてくれると。であのコップからこぼれちゃうんですよね。こぼれちゃうで下のその皿なりマスなりまでいっぱいになると。でコップでおっとっとっつって、まあ、まず飲むじゃないですか。でその後の皿なりマスなりのまたの飲むみたいなのがなんか雰囲気がいいなと思って楽しんでましたけどね。ここから行く店はどうなのかな、川越は確かそんな感じだったと思うんだけどな。まあちょっとね、この話しながらで多分いい感じになってると思いますんでね、時間もね、今その若松屋さんへ向かっております。まあ、よくわかんないですけど正面が吹上駅前なので、ここを渡ってちょっと探していきたいと思います。違うなぁ、いや、あったなぁ、これだなぁ。はい、ゴール。どっから入るのこれ。どっちがいいかって。大変ラーメンか。お兄さん食べるとお酒が起こってる。あ、いいからなくなっちゃった。どこ、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 どこ
十条、東十条。あ、東十条。いや、美味しかったな。久々食べたけどな。今焼き鳥って言うんだけども、まあ東松山のまあ若松屋さんは豚頭っつうのよ。どの部位が出るのかな。まあ今日はレバーもレバーも頼みもしないのにレバー出てきたのはすごい嬉しかったな。でまあ肝心なそのこぼれちゃってるとかね、製氷頼んだんだけどこぼれちゃってるとか見えなかったな。ホッピーはないんだよな、この店はな。だけどね、すごい大満足でした。ごちそうさまでした。は
い、本日の動画はこれにて終了させていただきます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまたいつかどこかで。いやーダメだ、語り足りねえと思って、あおっとのダメだ、もう足を踏み外すします。いやどれくらいだろうな、日本酒とビール、あと頭レバー含めてなんですけども6本かな7本かな、ちょっとその辺を細かいの分かんないですけども、1600円だってすごくね、もうベロンベロンなんだけども、1600円でもうすごいわ。あれだけどね、ホッピーだとね1000円ぐらいで収まっちゃうんだよな。ホッピーがありゃ嬉しかったんだけど、ちょっとなかったのでね、しゃあないんですけどね。いや、ラーメン混ぜそばっていうすごい魅力的なお店が目の前にありますが、どうしましょうかね。もうちょっと歩くか、そうは言ってもな、ここ一番もあるけどな、すごいな。いや埼玉県の国道はすげえな。